ナンバーの平野翔です。ナンバーの神宮寺太です。ナンバーの岸田です。よろしくお願いします。そうだ、受けますんで。あ、なるほど。先生、先生ですからね。先生、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょうか。もしもーし。もしもし。校長の小森です。教頭のココです。そしてナンバーの平野翔太です。なんだ、ナンバーですって言っちゃってるで。それぞれ一人ココ、あ、いいいい、すいません。最高最高最高。あの、ナンバーの平野です。神宮寺太です。岸田です。名前聞か、はい、ごめんね、名前聞かせてもらっていい？新潟県17歳高校3年生ラジオネーム美咲です。美咲。17歳学年は高校3年生です。高3か。じゃあ新もうラスト高校生だね今。はい、うん、今日ねちょっと南波愛先生来てくれてるけども、はい、相談したいことあるんでしょ？あります。おお、ぜひぜひお願いします。何相談したいの？ダンス、歌の経験なし、立ち歌い、踊ることが苦手な自分がダンスと歌を仕切る応援団長になりました。200人の団員の前での重圧と緊張への不安があります。すごいですよね。これ何の団長これ？体育祭での団長です。あ、応援団長的なこと？あ、そうです。重要だね。確かに200人の団員ってすごいっすよね。いやいや、すごいっすね、はい、かなり。え、これはでもなんで団長になることになったの？自分が立候補してなりました。ああ、そうなんだ。すごいね。でも、はい、ダンスも歌も経験なしなんでしょ？はい。なんで立候補したの？自分が1年生の時に団長をやっていた人の姿を見て自分もこんな風になりたいって思ったからです。素敵な。でもなんか1年生の時に思ったことをこうやって高3になって実行できるってすごいですよね。いや、すごい、すごい、すごい。がなりたいと思っても一歩踏み出すっていうところがすごいなと思うけど、うね、何へのこう不安だったり緊張なの？確かに、ダンスや歌の経験がない立場なのに、うん、歌やダンスの振りを決めなきゃいけないことが不安です。なるほどね。はい。そっか、経験ゼロなのに、まあなんかこうみんなの前で仕切ったりとか、はい、まあ決めなきゃいけないっていう、まあまあそういう立場だからしょうがないといえばしょうがないけど、はい。なんか周りはなんかそういう経験者とか結構多いの？多いです。団長にはどうやって決まったの？自分が立候補して決めたんですけど、うん、他にもやりたい人がいて、うんうん、話し合いで決まりました。大人の対決を話し合いだったのか。じゃんけんとかじゃないですね。確かに確かに。話し合いです。お、でもその中で、まあ、決まったわけでしょ、うん、話し合いに、うん、はい、そうです。だったら全然自信持ってやってもいいんじゃないかなと思うけど ね、うん、そうですね。確かに。でもなんかやっぱ不安は不安なんだ。はい、不安です。なんか南波愛先生もあります、はい、緊張する瞬間とか不安に思う瞬間とか。そうっすね、まあ本当それぞれあるよね。なんか思うのない。ない。全く。平野先生なかった。ない。まあ翔はそうっすね、本当強いイメージっすね。俺は全くないっすね、はい、でも逆にその僕が美咲ちゃんの立場だったら緊張するかも、はい、やっぱその俺らってこう、はい、ファンの人とかじゃなくてやっぱ美咲ちゃん多分友達とかも見てる。確かにそうか。それって結構緊張しない？その緊張感めっちゃわかる。同級生が見てるとか、ね、でも俺より多分すごいことをしようとしてるんだと思う、うん、いやでもこれどう乗り越えるかだね。あと、そうですね、はい、ちなみに何か練習とかってもうされてるんですか？あ、これからです。これからか。これからなんだ。はい。でもなんかその1年生の時に見たそのかっこいい団長、はいはいの姿をこう思い浮かべながらやるっていうのが良さそうな気すると思ったんだな。それはありだな。語尾が気になる。どう、緊張するっけ2人？いやー、どうだろうな。でも、うん、やっぱやったことのないことって緊張すると思うよ、はい、確かに。そうだね、今までやったことあるじゃん、うん、歌とか踊るとかもね、うんうん、それをやったことないことに挑戦するっていうのはやっぱね緊張するとは思うかな。人前でしかもやるっていうのね。そうだね。
しかもこんだけ人数いてはなかなかだと思う。でも結構イメトレとかしますね。あ、もうはい、そのなんだろう、生で、うん、生パフォーマンスの時にどうなるかっていうのを頭から最後までイメトレしてますね。それこそ結構なんか、うん、プレッシャーみたいなところって逆に感じることってあります？皆さん、プレッシャーけど、まあ平野先生はちょっともしかしたらないかもしれないですね。強靭な面でしたね。強靭なハート強靭ですよ。でいい意味で僕は感じないようにしてます。あ、もうあの例えば大人の方が、うん、はいはい、これからやる例えば生放送とか、はい、これからやるライブはとか、うん、こういう人たちも見に来てて、うん、すごい大切なライブなんだよみたいな、うん、はいはい、あ、なんか言ってるわぐらいの感覚で聞き流してます僕は。感じないように意識すればするほどね、なんかプレッシャーが大きくなっていくっていうか、入れちゃうとちょっとね、そうなんすよね、逆に引っ張られちゃうみたいなところありますし。確かにそうですね。どうしてる岸君、そのプレッシャーに対して。それとちょっと似た感じで、なんか本当次何々のライブがありますってなった時に、はい、やっぱり考えるんですよね、うん、もう近づいてくるとか、うん、でもちょっと現実逃避したい自分もいるんで、はい、とにかく寝ますね。寝て忘れようとするんですけど、やっぱ翌日もやっぱ本当にあるんだってなって、どんどんそれが夢が濃くなってくるんですよ。満載夢というか、それあるんだ。だからもう必然的に本能的にやらなきゃってなるんで、なんかそういう感じ、もうなるようになるっていう方向性ですね。なるほど、はい。どう美咲、今のでもこのさ、阿南林先生の話聞いてみて、いや参考になります。本当かな。なんか具体的なんだじゃなくて、マジ申し訳ない、ね、毎日寝ていくっていうこととね、はい、でもなんか、はい、うん、なんかこう平野先生も言ってくれたみたいに、やっぱ意外と自分が憧れたその先輩みたいな像をもっとこう具現化していくといいのかもしれないですね、はい、確かに、本当に、うん、多分その当時の先輩も相当緊張してただろうし、はい、うん、でもなんかやりきった先にはきっともしかしたらね、今の高校1年生の子たちが、あの先輩、はい、何も経験ないって言ってたのにあんなにまとめてかっこよかったなって思うこともあるかもしれないし、うん、ね、神宮寺先生が言ってくれたみたいにやったことないことにチャレンジすると怖いじゃないですか。怖いですね、はい、逆にこう対策も練れないしみたいな、うん、ところもあるからやっていくしかない、うん、ね、うん、緊張と、はい、頑張ります、ね、不安も持ちつつ、うん、なんかちょっと頑張ってほしいです。じゃあ平野先生、ちょっとエール、なんか応援の頑張れみたいな一言なんか届けてあげてもいいですか？はい、お願いします。あのね、はい、ぶちかまだね。あの、そう、あの、かまそう、うん、かまそう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 、3回、そうそう、3回、かまそう、そうそう、そうそう、3回必要で、そう、だから1回ステージ上がる前にも、あの、かまそうって手のひらに書いて飲み込んだ方が、うまくいえばいいと思う。長いね。長い、書くの結構長いんだね。人とかじゃなくて、ね、結構ストロークは長いんだけど、でもなんか本当リラックスして、逆にこうリハーサルを練習だと思って、あ、リハーサルは練習だ。リハーサルを本番だと思って、本番逆にリラックスして、はい。もう、うん。逆にお客さんも見てる人たちもね、団長だからこう気合い入れなきゃいけないんだけど、こう、じゃがいもがいると思って、リラックスして、やったら、みさきちゃんらしい応援ができるんじゃないかなと思います。うん。ありがとうございます。本番頑張ってね。はい。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってね。ありがとうございました。バイバイ。